スラローム第7走スイスウェンゲンでの大会が雪不足のためベーズナに変更された。このレースからスロベニアの若きレーサーユーレ・コシルが第1シードに上がった。Я не сомневаюсь, мото тех фанатов, кто стоял на старте, бескомпромиссно возят и быстро все промагают, так что все пач змагат на тихо. Слалом, 1 本目. Масс Станга Шинга, старт! Гендай Слалом の種目別ランキング, トグでトンバに次いで3位となっています。さあスタートからですね、急斜面ですからリズムに乗ってきましたけどですね。そうですね、かなりの急勾配ですね。第5戦で2位、第6戦では4位となっています。さあゴール前、オーストリア27歳トマス・スタンガシンガー、まもなくゴールです。ゴール45秒02、まずはスタンガシンガー45秒02というタイムです。そして巻き返しを狙うトンバ。さあスタート、今シーズンまだ優勝は1回です。第5戦のガルミッシュでした。さあここからですね、少しリズムタイミングが合ってませんけどもね、可能な限り説明程度の少ない滑りをこれからできるかどうかです。まもなくゴール、王者アルベルト・トンバゴール45秒に。しかしスタンガシンガーに0秒20差で届かない。そして現在スラロームポイントトップのフォグデ。フォグデスタート、今シーズンすでにスラロームで3回の優勝を飾っています。急斜面の前半です。はい、ここまで見てると式がフォーライン上的確にキープしてますしね、非常に勢いのある滑りですよ。急斜面の連続ですからね、ウェイトポイント重心値が後方に行きますと深まりターンに対応できなくなりますよ。ちょっと体勢が崩れましたが、トマス・フォグデ現在スラロームの種目別ランキングトップに立っています。さあ間もなくゴール、フォグデゴール45秒16、0秒14差で2位につける。そして第1シード入りを果たしたコシル、スタートを切ります。とにかく今シーズン勢いがあります。第3戦で9位、第4戦で8位、第5戦も8位、そしてついに第6戦では24番スタートから2位となっています。非常に柔軟性のあるいい滑りしています。世界のトップスラローマーが行っているワイドスタンス、いわゆる両足荷重にするその新テクニックも使ってますしね、で今日の急斜面に対応すべくアウトサイドスキーを中心としてターンを仕上げているところがいいですよ。ユレコシルゴールイン45秒88、0秒86遅れました。依然としてオーストリアのサンガッシンガーがトップを守っています。1本目です。2本目は次々とトップが入れ替わる激しいレース展開になった。まずは8番スタートのグシトラインがトップを奪う。その後すぐ9番スタートのオールラムダーアモットがそのタイムを塗り替えた。さらに新鋭ユーレ・コシル、スタート、いいタイミングでスタート切りましたね。いいスタートアクションをかけたユーレ・コシル、1本目はトップと0秒86の差です。それは逆転可能ですね。勝てないです。さあ前半、雪面とのグリップが非常にいいです。スロベニアユーレ・コシル2本目、まもなく中間タイム0秒47早い、1分8秒16で通過。もう全身がですね、ボディのように柔らかく、そして左右へ脚部の振り出し方、非常に速くてスピーディー、非常にいい滑りですね。さあゴール前、このピステを一番速く滑り抜くのは自分なんだと信じてアタックします。さあ好調スロベニアユレコシル、ゴールイン1分31秒82、トップに出ましたユレコシル。アモットを抑えてトンバの滑りを待つ。さあトンバのスタート、2本目、今シーズントマス・ポグデという最大のライバルが行く手を阻んでいます。少し重心位置が本来よりも後方にありますからね、スキーの抑えがいつもよりも悪いです。トンバ2本目、このスラロームだけは譲れない。
中間タイム、どのぐらいのタイムで来るんでしょうか。早い、本番早い、0秒6分早いですね。後半さすがに上半身の肩のレベル、腰のレベルって一定を保ちながら、実に息をシャープにですね、方向付けしてますね。さあトンバ、最後の踏ん張り、最後の踏ん張り、イタリアアルベルト・トンバ、まもなくゴール、トンバゴールイン、1分30秒99 0秒83大きく上回りました。トップに立ちましたトンバ。さあこのトップを守りきることができるのか。オーストリア、スタンダースシンガースタート。さあベテランです。このベイゾナのコース、テクニカルです、難しい。オーストリアコーチ陣からはもうおそらくフルアタックという指示が出てますよ。そうですね、相手はトンバです。さあ2本目フルアタック、サンガシンガー、まもなく中間タイム、0秒39早い、0秒39早い、サンガシンガー後半。さあここからです。トンバの絶好調の時の滑りを見るかのような安定したハイポジションで滑ってます。1989年モンサンタンで優勝して以来3年ぶりのエースへ向けて、さあトマス・サンガシンガー、まもなくゴール、ゴールイン、トップです。サンガシンガー優勝、この瞬間サンガシンガー優勝です。トンバを0秒5台抑えました。3年ぶりの優勝、オーストリアトマス・サンガシンガー。またしてもトンバは敗れた。トンバの不振によってスラロームのポイント争いが注目される。トップに立つポグデ、それを追って1勝しか挙げていないトンバ、そしてコシュ、この3人の戦いが終盤戦どのように展開されるのか、ポグデがこのまま逃げ切るのだろうか。スラロームの王者を目指し、戦いはまだ続く。 Could you tell us your highest goal you wish to achieve this season? I hope to win the slalom overall. It would be nice. You're confident? Yeah.